ろいろ長くお世話になりましたけど、やっと完成して嬉しいです。どうもありがとうございました。いろいろ、まあ、長かったですけど、いろいろ細かいところまでいろいろありがとうございます。今回はマティさん家で何回も取引していただいて本当にありがとうございます。で、基本住宅ということで、まあ、打ち合わせから、お引き渡しまでいろいろ LINE だとか、打ち合わせ重ねてやってまいりましたが、レスポンスだとか、やり取りだとか、いかがでしたか？よかったです。ありがとうございます。いろいろ、まあ、ね、あったりもしましたけど、はい、基本なんか、山田さんに、連絡するとすぐ返してくれて、はい、対応は良かったと思ってます。ありがとうございます。あと完成の仕上がり、吹き抜け、大きな吹き抜けでそこに運転とかあって、すごく楽しい家だなって思うんですけれども、仕上がり目はいかがですか？最高。ありがとうございます。結構運転とかも楽しいですね。登って下の大きな吹き抜けが見えたりとかして、楽しみな、ありがとうございます。今後ともどうですか、見てて。そうですね、LINE だと、まあ、作ってる過程ですね、はい、それを普通だと見れないと思うんですけど、はい、それをこまめに、はい、まあ、写真で送ってくれたり、はい、まあ、いろいろこうなりましたって報告、してもらってたんで、はい、まあ、家の状況が手に細かで分かったんで、はい、まあ、安心して、ありがとうございます。パトロールとかでも現場の状況を動画で説明したりだとか、そういったこともさせていただいて、いかがでした？いや、もう本当、防犯パトロールですから、ね、安全禁止パトロールで回ってもらって、まあ、本当、まあ、点検なんですね、点検していただいているということで、まあ、安心してこっちの方を任せることができて、本当良かったです。ありがとうございます。本当ありがとうございます。太陽光を見てもらったので、もう登って、そうですね、太陽光も屋根登らせてもらって、そうですね、確認することができて、そうですね、良かったです。まあ良かったです。もう最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。大変いい家ができました。満足です。また何かありましたらよろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。